はい一月十二日水曜日十七時を終りました水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしておりますお送りするのはリクエストチャメノスケとリクエストマングースーしロと劇団はぜひんじょりーです、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますということでね、はい、レイさん手どうしたんですかちょっといやけどしたいや結構見てます。すごいなんかの載せてましたねそうそう <laughs> SNS に載ってましたけどそうなんですネットそうそうあの朝なんかケトルでお湯沸かしてはいちょっとあの コーーヒでも飲うかなみたいな感じで沸かしたのをケトロを持ってコップにね入れようとしたコップじゃなくて自分の手に入れいや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 だからほんと首の後遺症やばいんじゃないですかちょっとありますこの怖いなコップじゃなく自分の手に入れなかなかじゃないええと思ってびっくりしてなんでなんでと思って自分でも寝ぼけてたとかじゃなくて手を食ったのかななんだろうなんか めちゃくちゃゃく暑かったんじゃないですか暑かったんだからあちゃちゃちゃ <laughs> ちゃちゃって氷とかも入れてちょっとつけたりとかなんかして真っ赤になってましたもんねそうそうそうなってて一応水ぶくれもできたんだけどまあ今潰れちゃってそれはああちゃんとじゃあ潰れてまあ、いい状態なんですかね潰れた方がどっちなのかの、まあ、い,いいのがまあどうなのかなでも一応これ水ぶくれも皮膚を守っては,はい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 、はいあね、だからもうこれえどうしようと思ってもう連休中だったから 救急とか行ってもなーと思ってこうね危ないかなと思って逆にああなるほどそっ<ー>かコロナうつる可能性があるというそうそうそうだからちょっとええと思ってもうまあとりあえず家にねあのなんか日焼けした時によくなんか 霊感ジェルみたいなのがあるじゃないですかあのッテリーを抑えるみたいなそうそうちょっとアロエ成分が入ってるやつので日焼けのレベルじゃないですけどね <laughs> <laughs> だからとりあえずそれを塗ったりとかまあガーゼでそれを抑えてこうあんまりなんていうのはい、はい、空気に触れないようにっていうか感じでちょっとしばらくしておいて連休の間はでも連休明けて やっぱり病, <laughs> 病院行ってって <laughs> それであの、まあ、なんか大ごとみたいになってるじゃないですか大ごとみたいになってまあ、じゃあなん塗り薬と抗生剤をもらってあ抗生剤ももらってそうそうそうあのなんていうのかなこれ以上ね菌が増えたりとかじゅくじゅくしたりとかしいあっどあとんこったりしないんですかねだから、まあ、一応2週間ぐらいはちゃんと治るまでかかるよって言ってるので いやこれ意外とだからちょっと残る可能性もあるというかどうしたら一応かっこよくなるんじゃないですかいやいいよ中二病じゃないから別になんか悠々白鳥の冷えみたいな感じで流長袖から見せるさっとなんかさっと見せてねいやいや あれかっこいいと思うの、中2までなのよ、本当に、<laughs> 力解放できるんじゃないですか <laughs> 怖いだから本気出したら、あるでしょ、このネットを取り出して、<laughs> <laughs> 焼こうとしてくるんでしょ <laughs>、いやないから、そんな特殊能力は<ー>、操作を、ね、もうちょっとね、あとが残らないように、ちょっとケアして、なるほど、あんつばさんから、うん、リエさん、手の毛が多くないってきてますけど。このあれから あ、ケツいねとか。あ、ケツ、首ですね。首ですけど、でもまあ、手も上がらなかったからあの時ね。あ、そうかそうか、手上がらない。そういえ今は治ってるんですか。一応だいぶ良くなってて、また今週あの骨格調整しに行くんですけど、だいぶ良くなって料理もできるようになるば、料理もできる。やばいな。本当痛くて、だからこのキッチンだったら、でため息ついてから。だよ、相当ですね。 でも今はだいぶよくなりました。いや、ちょっと怪我にまた気をつける一年ですね。う新年早々。また、しかも自分のただただ不注意っていうね。そう,そうそうそう。激安だなそう。一番恥ずかしいやつですけどね。<laughs> なんか、あれはありますけどね、なんか。 この夏場とかちょっと暑いから裸で料理作ってたらめっちゃ跳ねてくるっていうのもあるよなそうそう油が跳ねてくるみたいなそうそうそんなんだったらまだ分かるけど普通ケトルるから自分のなかなか期間怪我の仕方してるからだコップコップを持ってんてコップを持ってからこうやったらコップよりも手の方にいっちゃったんだななんかなんかしながらだったんですかテレビ見ながらとか皆さん左利きでしたっけ いや右利きなんだけど確かにそれが良くないという確かによく考えた右手怪我してますよねおかしいなこれな左手で入れてるなこれ右手に注いでるってわけですよそれ原因それじゃないですか左手が慣れてないというだからもう今これね包帯巻いてるからこう料理するとき大変じゃないですか確かにだからもう手袋昨日は病院行った帰りに百均に行って 手袋探しに行ってから、洗い物ができないみたいな。そうそう、そうう料理してる時も、汚れるじゃないもん、もあ、確かに。洗い物も、もちろんですけど。でも、一応右利きですよね。そう、右利き。だから、包丁とかも、一応右手で持ちながら。そう,そうそうそう、だから、料理する時、全般ね、右だから。手袋しながら、昨日は料理。なんか不思議な人だな、本当に。<laughs> <laughs> すごい、なんか名探偵割のりン番組さんの、名推理でしたね。<laughs> 違和感なかったもん。 そうだろ。そう右手怪我してて、ああ右怪我してるんだ七ぐらいしか持ってないけど、よく考えたらおかしいですよね。そうそうそう。これ今だから右手持つべきだったんですよね。コナンくんいたら犯人にされてもいや犯人ですよ。今俺もハってなったもん。だろ。うん。なんか犯人この人だと思った。そう。めぐれ警部の気持ちが分かったもなんか。あ、そういうところを見てるのかと。犯人はあなたですよ本当に。 なるほどねいやすごいな、りなママさんですね、来ててくれますまず気温1度の北海道から今週もこんばんは、1度ですよ、寒いねそうまあでも、なんか前、マイナスだったとか言ってましたから、ね氷点下言ってましたから、マシかもしれないですけど、昔、実家にアロエの鉢植えがあったとき、アロエの葉を切ってやけどした部分に載せたら良くなりましたって。 ね家にあります。うちもありましたね。アロエ。あそうなんだ。あったあった。でね切って塗り塗りして。そう怪我したりとかやけどしたらそれ塗ってみたいな。そうそう熱を吸ってもうくれるし炎症を抑えてくれる。たそのリエさんが言ってたような日焼けしたやつに塗るような効果と一緒なんですかね。そうだと思います。多分そうですよね。そうそうやってたけど。私もアロエジェルのおかげでだいぶこう。あいつよくなったんですかアロエジェルのおかげで。一応なんていうのかなあのこう。 めちゃめちゃヒリヒリしてもう痛いとかまでは多分いかなかったんで抑えてくれたんじゃないかな、うん、そこはと思いますはい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 赤いのは残ってましたけどま,あまだましになったかなみたいな痛くてやばいとかまでは行ってないが大丈夫かなこの神秘までは行ってないから表面だけで済んだんじゃないかな多くの表、ね、そというか、ね、うそ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 うなっそう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 なうそ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 そう お風呂薪で炊くタイプだったんで薪くタイプだったんでその巻きくべてる時にこの鉄のあれあるじゃないですか、はい、あれを使って入れるんですけど何<ー>んですかね鉢火鉢みたいなやつで入れていくんですけど。<laughs> それが足にばっと当たったときにやけどしてやばいやばいと思ってアロエばきっとって使ったんですけどそのアロエがまだちっちゃいやつだったみたいですよお母さんにこれを折るなと向こうにでかいのあるからあっちを折ってくれとまだこれ今からどんどん成長していくやつだからって言って悲しい思いしたことありましたみたいな直接でやろうととあの皮がちょっと硬くてそうそうそう言いたいうようあれだからちょっと剥がさないといけないみたいなねありますね。 トゲあるしねそそうう手で直接持つには痛いっていうねっていうのもありますけどちょっと気をつけてくださいよ本当にそうそうこれからまたね何起こるかわかんないですからね年末と年始にちょっと二つ怪我してますからね最先いいですねいやよくないですよ最先アウトなんですよさああんつばさんですねこんにちはドラゴンの模様が出てくる笑ってきてますよ出てくるから外したらだったらかっこいいな 蛇王演説国領派,派できますよ <laughs> っていう技があるんですよねすだら僕ら世代だったら多分それもうめっちゃかっこいいなみたいな感じになるかもしれないけど,けどな,なんなら自分でねあざに来るとそうぐらいだからね <laughs> いやホントですよ<ー>包帯巻いてましたから僕あ<ー> <laughs> さあさあ続いて、えー、こんばんは、えー、1992年に中西学ぶ、えー、剣道家臣、うん えー、大谷紳次郎らと新日本プロレスに入門同年9月14日山本弘吉現天山さんですね三戦でデビュー新日プロレスの司法 IWGP ヘビーを10度防衛しました<う>永田悠志です<う>で <laughs> また珍しい方が来てますね永 <laughs> 田さんああの目があ,のあれになる白目になるあそう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 そ田そう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  田田ななのかさん僕もなんとなく分かってます、あののねこ目が中西学さんとよく一緒にテレビ出てるイメージですけどいやいやいや、いや早さなの、これ、ランリーレイさんなの、これ、本当に来るわけないでしょ、永田さんが。長田さんだとしても自分の経歴、この喋らないわざわざ、一から全部喋っていくわけないでしょ。じゃね、ランリーレイさん、詳しすぎるのよ、プロレスに。 すごいなこれなんか羨ましいですけどねこんだけ知ってたら逆にさあ続きましてえっとですね物心がつく前に右のふくらはぎを熱湯で大やけとした跡が今でもあるよ産毛も生えんということで円楽さんが来てくれてますそこ産毛も生えないみたいなどうなってんだろうどうなのかな僕あれありますねこの手首のところにちょっとだけ跡あるんですけどで酔っ払った時にここがめっちゃ赤くなるんですけどそうあのー オリジンの気象転結で1回だけあのワニ先生の,なんかあの実験みたいな時にあ,のあれを水素水なんて何でや、うん、窒素窒素なんかやってやるみたいなので全然安全なんですよあのちょっとかけたぐらいだったら大丈夫みたいなめちゃくちゃ入れると危ないっていうねあのドライフラワー作るようなでワニ先生もガンガン手入れたりして <laughs> 大丈夫だ大丈夫だって言ってたんですけど1回だけこの手ゴム手袋して。 このバケツを持っててそこに注ぎ込むみたいなあったやつに僕がなんか選ばれたんですよ急遽で全然大丈夫だからみたいな。でやったんですけどあのまたワニ先生このかかる癖があるんでこの思いっきりエンジンがエンンジかかる癖があるんででん当になんか全然他の人がやっても大丈夫だったんですけど僕の時はもうゴム手袋じゃなくていいんじゃないかみたいな。あのの普通の <え>なんですか軍手でいいんじゃないかみたいな<え>でも大丈夫だからゆっくり入れるかなって言って入れる時バシャバシャバシャって入れて、ね、ちょっとだけここに飛んできたんですよ、うん、それであ熱,っ、まあ、熱いっていうか、うん、危ない危ないですぐ脱いだから大丈夫だったけど、うん、ここちょっとやけどしちゃったんですよ、うん、それがちょっと後ついてるんでねワニ先生ちょっと慰謝料請求したいと思ってますね。<laughs> これがねまた <laughs> ぐんてだから布だから、ね、そのままだったらよっそう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 。込んでいたかもしれないからみんなは絶対ゴム手袋つけた方がいいって言ってたんですけどね。<laughs> マニ先生が大丈夫か,か。夫かんね、そう大丈夫だからっつってね本当にゴム手袋でも実際この。 大丈夫だったんですけど、うん、かかっちゃってねちょっとあのいろんな意味でかかっちゃって <laughs>、うん、エンジンかかっちゃってたんでねありましたけど <laughs> さあ続きまして柴弘さんですね <laughs>、えー、やけどしたチャンリエとリクエストの証言とお手伝い大お手伝いを <laughs> 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 もうどんどん格下げしていくんだよなだ、えー、そして FM 那覇をご視聴中のオーディエンス、うん、こんばんよー今日のベルリン3丁目は5度でポカポカ陽気でした4ということですね 柴ャバさんでございますまだベルリンから帰ってこないんですねいつまでもベルリンにいますねベルリンの調子はどうなんですかねそうそういいですねベルリンいいですけどコロナはどうなんですかね沖縄は今1644人今日は行く市場2番目というかって言ってましたけどそうですね一番この間多かったの1700ありましたねいやっこ怖いんだわで pc あるのねあの検査場もまた全国のニュースにそう出たりしてましたけど 並んでるだけでならないかって無症状だけどそういうね心配もありそうい可能性のある人が言ってるから多分ねそこでそうそうそうありますよねそこでもらってる可能性十分あるしどんどん広げてる可能性もあるしねでも検査しないと世の中に出ていけないという怖さもあるからみんなコロナになったらもう大丈夫なんじゃない出た出た出た炎上するやつだこれ経済状況止まりますからそういいと思うんですけどねさあ続きましたがですね スタジオ側のチョメさん、リエさん、マングーさん、久しぶりこ,こんばんは、え、聞こえない、こんばんはお風呂の釜に当たって火傷したとこかゆくなった、かゆですーゆーいや、かゆのファンがいるんですよーーいや、かーゆーじゃないかゆのファン一人なのよもう昔アリもファンだったけど、一人になっちゃった <laughs> あの浜崎かゆみさんが来てくれてます、えー、私は初めまして初めましてですかねあゆではなくかあゆでございますそうかゆうが来てくれてます、ね、浜崎かゆみさんでした浜崎かゆみさんです <laughs> いいですよねかあゆーかゆじゃないの。届かないからあんまり一 <laughs> <laughs> 人しか声出てないはずよさあさあさあ、うん、続きましてがですね、うん、えーあ、再来週に戻りますとしばひろさんが言ってくれてますねーう,すうーんほんとかよっていう感じでねまああの それこそだからそのコロナ増えたじゃないですかうん、うん、だから今そのお店の方もちょっと休業というかうん、うん、お休みしてまして、うん、あれなんですよもう家の生活、うん、家から全然出てないんですよ。でそしたらまあ この食料をどうしようかなと思った時に、パッとふと見たら、この誕生日の時に、いろんなものもらってたんですよ。で、ラーメンセットとか、いっぱいもらってて、それ使わずに来てたんですよ。じゃ、賞味期限がそう、一月2月とか。なんなら、12月30日とか、のもあったから、そう、今どんどん消費していってるんですけど、最高ですね、これ。あ、そうなんだ、最高なんだ、そう、毎日ラーメン生活です。連くしですね、じゃ、これにもいろいろトッピングも加えたりとかして。ね、だから、もやし買ったりとか、あの、ちょうど。 年越しそばの沖縄そば食べた時の三枚肉とかあったから三枚肉乗せたりとかしてるんですけどもらったやつが九州各県のラーメンとか佐賀県の塩ラーメンお家で省力を省力をしてる気分ですよ本当にそうでダイエットも兼ねてんか前だったら3食もうがっつり食ったりとかでその後と好きや見ちゃったら好きや食ってまたいろいろ食って外に出てたらそういう機会いっぱいあるけど今ラーメン生活だけしてるんで 体調もバッチリなんですよ何よりこのお酒あんまり飲んでないんで僕あんまり飲むタイプじゃないじゃないですかうん、うん、元はそうだから家にいる時もほぼ飲んでないので、うん、そう今2日間ぐらい研修したら体調バッチリだというね。そうなんだ。休館日でございますけどど家にこもってる時とか何食べてます家にこもってるときそうなんかおすすめありますこの、ま、今日久しぶりに出たから、うん イさんじゃないけど早いうちに買い物済ませて安いところで買ってあそうじゃあ僕が僕からいいですかちょっとじゃあいいですか鶏肉をですねはいはいまず買いますね鶏肉でもももでも胸でも何でもいいですか何でもいいんですか鶏肉だったらはいはいでまあフライパンにごま油間違うなごま油ありますよごま油まあ大量に大量にほうほうほうまあはみ出るぐらいいやダメでしょはみ出るぐらいだった天ぷらそう揚げ物だかはみ出すぐらいにやっていやいや まあまあ適量にであの鶏肉ぶち込んで醤油醤油と酢を1対1醤油と酢方法方法みりんとかではなくみるまあみりんもいいでしょう醤油酢1対11対1方法みりん零零零点八零点八砂糖零点五細かいなこいつよ。 大体でね、それぐらいで0.5656いやいいよ細かいなで以上えそれをねそこに鶏肉を入れて、うん、あ違うやんで鶏肉にあれだなんか小麦粉か何かやってなんか卵とか卵つけて小麦粉つけてなんかぶち込むいやいやとんかつなのとんかつとかあのカツなん,なんていうんですかチキン南蛮チキンナンバあ、はい、いいですねそれタルタルソース作ってスって言ったっけ俺スって言ったこいこれスッいたこいこれスッいいん,だなん,かみりんと、うん、え。 砂糖と醤油であれができますよね照り焼き照り焼きがなそれにさらにそうちょっと入れるこれもうね月何番がたまらんですよこれはなんていうのこのあの先に甘酢甘酢を作っるみたいな感じでじゃタルタルソースとかはなしで甘酢だけそうですねタルタルはまあ作っても作らなくてもいいしはいタルタルはあれもいいじゃないですかこの 角湾と芝漬けをこう角でそれをこのマヨネーズにあえてみたいなどうですこれはいいですよかこれをかけたらうまそうだなそれもこれがおすすめってことは今日じゃ僕まあ残り鶏肉だけ買えばこれ作れるんでスもあるんですかスも全部います意外と料理するんです意外とちゃんと料理してますから僕そうそうえなんかりえさんもなんかおすすめ教えてくださいよえもうあれじゃないもう全部出ましたよねこれ一緒 全部出ました。一緒はないでしょうもう、なんかあるじゃない。なんか、一人鍋シリーズをやっていったらいい,んじゃないか。この季節。この季節。これ、二年前ぐらいに、このラジオでやってたんですよ。うん、今週の。なんなら、新しいラジオ始めるとね。ああのー、そう、鍋ラジオ。<laughs> 鍋ラジオな <laughs> 鍋ラジオ。僕ら大阪時代は、本当、それこそ、鍋ラジオじゃないけど、もそんなやってたんですよ。うん、ツイキャスで、鍋を紹介するという。のをやったりしてて。もう、僕らの中で、カレー鍋が。 1位を取りまして位ということで本当にいろんな鍋やってたね僕一緒に住んでたことあるんですけどその頃ちょうど仕事してない時期仕事しないで僕は今でも一緒に住んでたんですけど大阪でも一緒に住んでて大阪時代に僕の家に仕事の辞めて次の仕事やる合間とかあるじゃないですかそれぐらいの時にちょうど僕ん家もいたんですよその時にちょうど僕は仕事してたんで朝鍋食べるんですよ2人で。 で朝鍋食べてで僕が出ていくじゃないですか、うん、した昼にこいつ違う鍋してるんですよ <laughs> その具も使いながら <laughs> して夜帰ってきたらまた鍋するんですよ <laughs> 鍋最高です一日3食鍋してる時あって帰ってきたら鍋始まってる時あります <laughs> そ,そう。ただこいつが作る鍋うまいんですよ、えー、<laughs> センスがねなんかあるじゃないですかよく鍋のもと、うん、こ,この出しさえ入れれば鍋できますよと。 あってるうままだだですねも自分でやってたっけそっからさらにアレンジを加えるというじゃあ何を入れたらいいか今日はこれは米なのかそれともうどんなのかとか毎日やってたら飽きますからねそれに合わさるなんていうんですか もうまたテイストが変えてくるんですよ。今日はビールだと今日は焼酎だというのを変えながらやってたあの頃の鍋が一番うまかったですね。よかったなそうそうそうでだから僕も最近よく家で一人鍋するんですけどあの頃の味が出せないあれは何かなみんなで囲んでたからうまかったのかそうそうそう一人でやってた普通のキムチ鍋しかできない僕も結構アレンジ加えるんですよ。鶏塩鍋 をやった後にちょっと豆乳入れたりしてでそれをリゾットにして食べるとかいろいろあるんですけどねあの頃のカレー鍋に勝てるね鍋がないんですよねそう、なんんかさのおすすめはも本あの白菜と豚バラ肉のミルフィーユ鍋がおしいじゃないですかあれはやばいですねでもあれめんどくさいですかまあねめんどくさいではあるけどねなんかえレタス豚バラまたレタスやって豚バラやって。ってる 半分ぐらいいいいのんくささあそなにははは思ったよりミルフィーユというからめちゃくちゃめんどくさいかなと思いきやそこまではないけどい想像の半分ぐらうそでもあの鍋で重ねるだけじゃなくてまな板の上で白菜豚肉白菜豚肉って積んでおいてそれをカットして入れるっていう方法あなるほどね長い白菜に豚バラも長いまま入れて重ねてそれを切って切って。 切ってそのまま横になら、切ってバラバラにして入れる。みたいなや、バラバラにしたら、切ってみたいなよ。見るフィーをなってないから。めちゃくちゃいい。ちょっと今日それやろうかな。いいと思うそれは何で食べます？そのポン酢で食べるとか、ポン酢でいただくのか。もちろんポン酢ですあ、ポンズがいいんじゃないかな。でもあの何？ゴマもありますよね。ゴマでもいいかな。ゴマ？あの何ゴマだれ？ゴマドレッシング。 あーはい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 、うん、あのしゃぶしゃぶとかを入れるようなやつ、ね、そうそうそう,そう,そうああいうのの感じでやってもいいねいいね中お鍋の中は、まあ、か軽くだしだけにしておいてセンスだねセンスいいですね、うん、おすすめのだし教えますねプロが使う白だしっていうのはあれこれおすすめです <laughs> どんなやつですかどんなやつですかあ普通の白だしの瓶の入ってるやつ瓶かなふトボトルかな、うん、やるんだけど プロが使う,うん、うん、ちょっとチェックしてみましょうマングさんが言うのは間違いないので、ねいさあ。ということでですね、うん、皆さんもね今ちょっと結構書いてくれてるんですけど CM の後に紹介したいと思うので、うん、おすすめの鍋とか、うん、こういう料理。 おすすめだよっていうのあったらちょっと教えてほしいこの自粛期間中にね,ねちょっと料理をいっぱいしようと思って俺なんかこのカレー鍋が一番みたいなこの鍋が一番みたいなの欲しいよなそう欲しいなんかみんなのね昔もこれ2年ぐらい前にもちょっともらったんですけど <laughs> またあのリスナーさんも変わってるだろうし、うん、また更新更新そう更新更新であの万代さんも今来てくれてるのでうん、うん、前回のよだれどり そう,です、ね、そうあれも美味しかったか万代さんのおすすめのね食べ方とかもね<あ>おさしてなって、ね、聞きたい,はい、はい、そうちょっと気になるよねさあという感じでございますので、うんえー、メールやツイキャスで募集しております、はい、メールアドレスオリジンアットマーク FMNAHA.jp すべて小文字で ORIGIN アットマーク FMNAHA.jp ですそれで楽しみです78.0 ーーはい,たーいちゃこです今すぐ使えるウチナーちを教える「ウチナーちナウ」今回はこの言葉。 スーミースーミー意味は見てないふりをしていながらも実はしっかり見ているとか気になるけど別に私は気になりませんわって感じを装いながら実は超気にして見ているそんな感じで使いますまあ誰でも経験があるんじゃないでしょうか例えば公園のベンチでラブラブー ラブラブーしているカップルを数ミーするとかバスで隣に座っている人が本を読み出すと私はついつい数ミーしてページめくるのが早いんじゃいと勝手に突っ込んだりしています皆さんもぜひ使ってみてねどうもセッキンビビンバです オリジンコーポレーションお笑いライブ「気象転結」が今月1月22日土曜日に開催詳しくはオリジンコーポレーション公式ホームページまでじゃあ最後に劉兵意気込みを一言笑いで世界を幸せにしますいや最高の野望じゃねえかおいうフン 8月12日水曜日17時25分を終りました水曜日ジンチャンプル生放送でお送りしておりますさあ柴博、えー、さんですね、うんえー、本場宮崎のチキン南蛮はしに甘いよということで確かにな甘だれみたいなのが甘い確かに甘い感じするな、うん、俺一番は他弁のチキン南蛮だと思ってるんだけど<ー> <laughs> 定番のね確かに、ね、めちゃくちゃうまいえどっちがいいあったかいチキン南蛮と冷たい冷たいというかいそう冷たいというかいやだ いや冷めいい、うん、てもうまいのがよく、ね、あさ冷めてもねうまいしみたいな宮崎のめっちゃでかいのよだからチキンナンバー。蛮そう,なんだそう僕も宮崎宮崎で食べましたよねそういえば食ったっけそう食った食った一緒に宮崎行ったんですけど <laughs> そ,うその時食ってるはずなんだけどうん、うん、でも確かになほかめんなはうまいねほかめんな <laughs> そうあの マヨネーズみたいなあるじゃないですかソースの前になんか黒いタレみたいなかけるじゃないですかな甘酢ソースあれがうまいんだよなやっぱ酢だね甘酢が大事なんだねあ、いいですねさあ、あんつばさんからちゃめさんエゴマヨネーズ知ってますって来てますねエゴマヨネーズエゴマヨネーズて、てごますなら知ってるけどエゴマヨは知らないですね、ちょっとエゴエゴマヨネーズちょっと調べてみようかな楽しみ僕、マヨネーズ大好きなんで あ、エゴーっていうこの、あのー。エゴ<あ>マヨネーズ。アメリカのじゃないですか。はい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 。<の>えー、知らないです、これ。瓶に入ってます。す青いやつ、青い瓶。青い蓋。青い蓋。うん、青い蓋。しか、なんか。沖縄で定番のマヨネーズそう。そうです、そうです。 え知らないです。英語マヨネーズありますよあのスーパーに売ってます。どんな味するんですかこれ。普通のマヨネーズじゃないですか。あだけどなんなの。ちなんかちょっと普通のあのキューピーとか味の素のとはちょっと違うんだよな。なんか油めス油が少なめとかなのかな。どうどうんだろう。えこれちょっとチェックしょえスーパーに売ってますこれ。売ってます売ってます。えでもねやっぱりマヨネーズ大量になっちゃうから。はいはい。まあね。まうん。 まあ長く持つっていう意味でっていいあっなるほどこの瓶に入れてたらもちますよってそうそういやでも僕すぐ食べちゃうんでう本当にキューピーマヨネーズのストックが1個なくなったら1個買うぐらいの勢いです、えー、もう大好物だもんなそうそうそうないと嫌なんでああなんかねあのポテトサラダとかよくあ,あめっちゃいい母は昔ポテトサラダをこの英語のマヨネーズと普通のあのキューピーとかのマヨネーズをまあ混ぜてやってました、ね、なるほどね ポテトサラダも僕好きなんでちょっとこれえごまよねちょっと買ってみましょうや早速チェックしますアンドさんありがとうございますちょっとあの普通の日本のマヨネーズよりも白白っぽいかなはははは黄色っぽいというか白っぽいかなじゃああれなのかなの黄色い卵黄みたいなのあんま使ってないとかもあるのかないやそうではない割合的にとか油が少ないとかなんですかねっていうのもあるのかなまあなんか卵白多いとね 頭皮にも効くいう情報があるのんかそういうのあるよみたいなそう聞いたからそれもよかったらちょっと試してみようかな最高でございますねさあということで鍋ラジーっていうのも来てますけどねあんつばさんさらにですねビニールハウスで働いてる時に野菜を毎日鍋にして食べてたら1週間で5キロ落ちたよということでそれもいい方法ですよねいやそうなんだ鍋ってでもめっちゃ食うじゃないですか太るイメージだけどな だなんて一人分でそんなに食べるめっちゃ食います俺白菜の4分の1で水菜とかも1袋で肉ですっていう感じその後の麺とかお米とかをなしにしたらいいかも炭水化物を抜けばそうそうあれが最高なんだよなあれがいいんだよそれはもう翌日にとっておくとかさあなるほどねだ夜はこのそれまでうん炭水化物系は入れずに翌日の もものにするとかうなそう今食わなきゃそんな円楽さんからも来てますねキムチ鍋の指名はインスタントラーメンが合うけどあれなんでなんていうの来てますあそうちょっと飯よりもこのキムチ鍋であのちょっと豆知識いいですかあのキムチってあれ実は美味しくないよな いやいやな全然お前の主観だからなあれみんなちょっと勘違いしていやいやキムチ単体で食ったらあれあんまなんだけどキムチ鍋にしたとたんうまくなるのよまあまあ言いたいことはわかるよ <laughs> 言いたいことはわかるけど <laughs> うまいから普通に。<これ S 1> <laughs> みんな ごったと,思うご飯と一緒にぶわって食べたりしたらめっちゃうまいけど、うん、単体で食べたら、うん、そういやいやうまいから <laughs> お前の主観だからある <laughs> 豆知識でも何でもない <laughs> びっくりするわさ知豆知識じゃないですからさ続いて万代さんですね「岩下、はいえー、の新生姜にはまってますと」と、うん、よく作るのが新生姜のメンチボールかな<ー>玉ねぎの代わりに新生姜を入れてメンチカツをミートボールみたいに一口サイズにして 小麦粉、卵パン粉をまぶして揚げる美味しいのでおすすめです<え>ということで、えー、サクサクしてるかもしれないそうそう生ょう、ね、がまずちょっとまあ細かく切って多分刻んでますね。 メンチカツ作って、でそれミートボールみたいにしてる中にその生姜が入ってるから、この歯ごたえがいい感じですかね。サクサクしてるかもしれない。いいですね。いいですね。そう、打ち首獄門同好会が岩下の新生姜の歌を歌ってますので、そうなんです。そうだから万代さん好きなはずですから。そういうことか。いや最高ですね。いやいいですね。めちゃくちゃこれもうまそう。ただダイエットには良くなさそうだな。めっちゃ食っちゃいそうこれは。さあさあ続きましてですね。あ、柴博さん、ユッケジャンクッパのスープで。 牛肉、キャベツニラ、もやし生餃子などで鍋やんねんっていうのが来てますねああこれもセンスセンスですねそうですね生餃子、まあ水餃子風になるからねそうそうそう水餃子みたいになるしあともやしとかニラがいい仕事するんですよねああもうおなかすいたいやもうっぱい、聞いてるだけでもなんかはいえっと円楽さんからドリトスでいいよってきてますけどなんすかドリトスってドリトスはチップスですああなるほどあるか メキシコみたいなメキシコのお菓子みたいなの <laughs>、うん、ダメよドリトスじゃ、うん、鍋食べたいって言ってんだから <laughs> さあさあしばひろさんが宮崎のはタルタルにも砂糖入れてるってあタルタルの方にも砂糖が入ってるっていう甘さがあるんだんいいですねさあ萬大さんエゴマヨネーズ美味しいですよ、うん、ああいいですねで実はドレッシングなんだよねあエゴマヨネーズがドレッシングなのかなあ<っ>そうかもだから白っぽくて何<ー>てのあのー ちょっとサラサラしてるはいはいはい,ャい、ね、ジャンマ好きじゃないかも, <laughs> 俺<は>いやでもだから <laughs> だから他のマヨネーズと日本のマヨネーズとこうミックスしたりとかなるほどね隠し味で入れちゃうってことねいい、うん、ですそんなにサラサラはしてないと思うけどないい、ね、まあまあでもドレッシングっぽい感じってことですね柔らかいではあるかあ。楽しみだな,なんか今日帰るのが <laughs> さあということでですねえーまあ、途中なんですけども、うん えー、ジャニーさんとマンダイさんがコンティニューコインを入れてくれてます。うんはい、コンティニューコイン。チャリチャリンありがとうございます。ありがとうございます。あますさあいいですね。さポテサラは隠し味にマスタード入れたら本当に隠れるよねって。遠楽さんいや隠れるんかい。まあでもマスタード入ってるって気分で食べれるってことなのかな。<laughs> 本当に隠れるよね。隠,<す>ね <laughs> 隠れちゃダメなんだよね隠し味でいいぐらいにちょっと出てきてくれないと。 さアントラさんからですね自分は作りたてのキムチが好き酸味出てるキムチは苦手、うん、キムチの元派ということであ,あ<ー>もう自分でキムチのもとで作りたてのキムチを食べるってことなんだ<ー>なんかお店に売ってるのだとやっぱちょっと加工してお店に来るまでないだとかの時間があるからちょっと酸味が出てる <laughs> 美味しくないことはないけど <laughs> い <laughs> めちゃくちゃ言うなでもさなんかあのちょっと味噌汁にちょっと飽きた時とかにはい、はい、この、えー、キムチはい キムチを入れて、ちょっとなんていうのキムチ鍋風の味にすることもできる。そういうことなんですよ。いい逆逆逆。 キムチに飽きたかかからよっっててここととでしょなん言るす僕も豚キムチ丼とか自分でもう楽だから豚肉炒めてキムチと炒めて卵で閉じたらもうすぐ豚キムチ丼みたいなのがあるんですけどその時にキムチが余ったりするんですよあのキムチがなかなか減らないからじゃあ鍋しようでキムチ鍋じゃあもうキムチ余ってるからキムチ鍋にしようキムチの素入れようってしたらうまいんですよ。 本当にすぐ酸っぱくなるからなあれなそ。そうそうあれ酸っぱくなっちゃうからこれはもしかしてた私たち日本人がたあのエを作り方とかさってからた方かまあないからかもしれない確かにですよ本場の食べたらまたはね違うのかもしれないっていうそうそう本場の方は私がオーストラリアに留学してた時はもういいですね韓国の方はもう冷蔵庫開けたらもう キムチの匂いがもうすごいんす何もいらないキムチさえあればいいっていう感じだったからもうきつけ自分でつけたキムチを冷蔵庫に入れてってご飯とキムチがあればいいみたいな感じだったんですよ。<ー>こんなにいいと思ってそんなに好きと思ってさしかも自分でつけてるんです、ね、そう,そうこれが常,常備菜っていう感じ、はい、になってるからなくなったら発狂するぐらい結構大きいさ 大きい容器にスクしてさはい、はい、<laughs> なんかでそれがなくなる前にまた新しいキムチをつけてまたキムチをつけて、うんうん、そんなんやってるんですねうん、うん、いや、それ食べたらまた違うかもしれない。ちなみにもらいましたそれは いや、これはもらってないのでも人がつけた気持ちいい。なさい変な欠ど、ちょっと似てるからね。気持ち悪いよ。気持ち悪いな。なんか気持ち悪いって。つけとけ、それを。ということで、ですねこちらメールが来てますね。リえさん、チョメノスケさん、マングーさん、こんにちは。ラジオネーム、万代です。またまた、嫌なこのコロナでまん延防止。はーな。 えー、去年11月に久々にみなわらやがなべに顔を出して時間あるときにオープンの時間帯に少しずつ顔を出そうと思っていた矢先の出来事にしたたかにりてます。もうしばらく我慢しますがまた遊びに行くのでその時はよろしくお願いしますということで、はいはい、そうねコロナがね,うねもうこんなになっちゃいましたからね。はい 満台さんこの間サンドイッチ本当に美味しかったですありがとうございますもう全部食べきれなくてもう翌日半分は翌日の朝ごはんに可愛いいな、捨てちゃいました全部食べきれなくて捨てちゃいましたか言うてないちゃんと食べたから翌日にあの後さん、早く食べてくださいって書いてあったから大丈夫かなと思って満台さんに DM を送ってあのもう全部食べきれなくて明日。 食べたいんですけど大丈夫ですかって聞いてい思いますって言ってっといや反対いやこれで当たったらマンデーさんのせいにするつもりじゃないですよね言いましたよねマンデーさん大丈夫ですって言っていやでもねありがたいですね <うん S 1> 本当にありがたい限りでしたけどもさああんつばさんからですね自分ケチャップがだめだからオーロラソースをマヨネーズとキムチの元で作りますとーー鍋にっていうのも来てますねす <へー S 1> なんかすごいな キムチのもで作ったらどうなるんだろうえどうなるんだいやでもうまいオーロラソースは鍋で使わんよね使いませあわかりますサブ感覚で使うってことあーっいうことなんじゃないですか何かにハンバーグに入れたりはするけど鍋に一応鍋にっていうのも書いてあるんですよ鍋にそうだからオーロラソースをマヨネーズとキムチのもで作って鍋に入れるってことなのかキムチ鍋に入れたら確かにまるやかにはなるかも 卵入れたら美味しいじゃないですか白身とかってもあの感覚なんじゃないかなどうなのかなわからないなさあという感じでございますねさあまあ一応ねこの万代さんからコロナの話題もありましたからあれですけど式もありましたね一応そうですねまあ政治式典はないけどまその会場だのなんか写真が撮れるように会場のうそうの方なんかそういう。 設置をしてたりとか、写真だけ撮る方が結構いたみたいですよね。ああ、なるほど。式典っていうものはないけど、やっぱり晴れ着はつけたいと。いうことで、まあ、晴れ着をつけて、家族で写真撮ったりとか。ね、で、あれですよね、なんか、来年からかな、なんか。あ、十八。そう、法案が。二十。そう、だから、十八歳が新成人になるから。だから、どう、どういう十八歳からも選挙権得られるじゃないですか。だから、もう、それ、成人をしようになって、なので、この。 二十歳の子たちはこのコロナであの式典とか成人式ってこともなかなかできなかったので18、19、20, 20歳になるこの3世代が一緒に成人式するそう,ですそうだから間の世代がまあいるじゃないですか今、19歳と今、18歳の子たちがいて、うんうん、で来年になると今、19歳の子が二十歳になって、うん、今、18歳の子が19歳になると、うん、でも、本当だと18歳で成人式だから。 18歳も成人式をするとなったら、うんうん、この18、19で20歳の子たち3世代でそう成人式をするみたいなので、まあ、なんか一応日付ずらすようにしようかなみたいないうのもあるらしいですね。うんうん、でまだなんかあれですよね。これは各自治体で決めていいみたいな。 ののがあるらしい,いうかそ,うそうなのかな,でなんかニュースで見たのが私たちの市のところでは、うん、要は18でやりますとも<ー>ってなっててだから二十歳の人がいやいや私通ってる高校が隣の市なんですよとうん、うん、でそっちの市の人たちは二十、うん、歳になってから成人式しますと、うん、じゃあ私たち成人式してもその友達は隣の市にいるから全然楽しくないと。うんうん、みんなでやりたいから 20歳になるままで待ってくれせだから18歳が成人式してもいいけど私たちは二十歳になった時にその隣の市の人たちと一緒にやりたいと、うん、でってその市の人たちの10分の1ぐらいの署名を集めて持っていったらしいんですよそ、うん、したら市長が「数じゃないんだな」みたいな、うん、<laughs> なんかあのこういう苦しい思いを受け入れるのも大人になるってことなんだよとか言ってなんかめちゃくちゃこれ腹立っ,ってこれに腹立っ,ってなんかその。 いや、もっと言い方もあるだろうしなんかそのなんかその言い方めっちゃむかつくうだねそういうことじゃなくてだだこねてるだよお前はって言われてるような感じがしていやいや市民の10分の1大人の人たちも絶対合わさって署名集めてきてこの子頑張ってやったのに数じゃないでその後になんかこうだよって言われたらちょっと悲しかったですねそうですもうちょっと言い方がねそう言い方もそうだしでなんかその人が言うにはでも市長が言うにはその また二十歳になったときに自分たちでその集いをやったりして自分で場所とかこの声かけとかを提供することはしますからとで言ってたんですけどそういうことじゃないんだよなみたいな。もう,もう18歳 からも選挙権もらうからこの人が立候補しても入れないというなる可能性ありますよね、不利になる可能性あるのになていうそうそうそうっていうのもありましたからね。この今ね、こ18、1920の子たちがまとめて成人式やるっていうことで今の現役高校生3年生の子たちはもう、そとか約してうですうわ、そうか1年前からね、予約しないと取れないみたいな。そそちのの自治体ではなんか月に 次二十歳になる人たちをやって、うんうん、で3月にその19歳の人たちを成人式やって、うん、で5月にその18歳はさその就職とかもあるから就職終わってちょっと落ち着いた頃に5月にやりますよみたいな言ってたんですけど、うん、じゃないと振り袖足りないとかね,ねなりないことになりますよねそそうそう,そう絶対足りないしも間に合わないそんな人を受け入れられるわけもないしそうっていうのはあるとは言ったけど。うん またそれもそれでね4月にさ旅立ってさまた5月に帰ってきて政治、うん、してもっていう,う5月のやつきついよなきついよね <laughs> そうしかも18でさ出て行ったばっかりか友達もさそんな久しぶりかもないじゃないですか同窓会もねどうなるかわかんないし、うんうん、でお酒とかタバコは歳からですよねああじゃあ選挙権だけが18、ね、じゃないんですかね確かねそうみたいなややこしいことになってるけどねまたちょっとね、うん 来年どうなるかっていうのを見たいところですけど自治体の対応、まちまちだからどうなるか不透明というまちまちなのもまたねその子たちがかわいそうな理由というか隣の人も一緒にやるんだったらじゃあ一緒でいいやとかなるかもしれないけど隣の人は二十歳でこっちは来年やってとかそう困るなというのもありますけどさあ、という感じでございます。さあでではは大いきましょうか本日のののおお題がすねこんんなな年玉ポチ袋嫌だど こちらでございます。お年玉もらえるだけでも嬉しいですけど、はい、ね、まあ、あげる方に回ってきましたからね。<laughs> もらえるだけでも嬉しい。そう。もうね、年末にめっちゃ両替しないといけない。そうそう、両替と後、その。 ね、ポチ袋いざ行った時にさ子供がいてさ、うん、ポチ袋ないっていうこと、うん、よくあるじゃないですかこんな時に代用したポチ袋とか、ねうん、あっても嫌ですけどもさどんなポチ袋が嫌ですか、えー、ツイキャスメールで募集しております、はい、メールアドレスオリジンアットマーク FMNAHA.jp です。 FMNahaYourRadioStation さあ本日ご紹介する言葉はこちらいいいいはずいいはずずこれはねあのうらやましい時とかね「ああいいな」みたいな感じね。 よくかったのいいはずとかこういう感じで使いますさあ早速それじゃ見てみましょういいはずドライブ編たかし運転大丈夫眠たくないうん眠たいよね朝から運転してるのにねうん実は私もちょっと眠たいってば。うん違う違う違う楽しくないからじゃないよもう夜も遅いさねだからでも寝ないで頑張るからさたかしも寝ないでようん私も寝ないで頑張るうんうんうーんあれ たかし起きて起きて寝ないでって言ったさ起きてたかしもう自分だけ眠ってからいいはず私もどうもせきんビビンです オリジンコーポレーションお笑いライブ「気象転結」が今月1月22日土曜日に開催詳しくはオリジンコーポレーション公式ホームページまでじゃあ最後に竜兵意気込みを一言「笑いで世界を幸せにします」いや最高の野望じゃねえかおい 4月12日水曜日、えー、17時44分をありました水曜オリチンチャンプル生放送でお送りしております,すまちょっとだけメールは来ててですね、はい、えっとちょめさんまんぐーさまんぐさんリエさんこんばんはアンツバです、はい、ツイキャス見てて思ったことがありますちょめさん小さくなりましたそれともカメラかなってきてるんですけどな今日いや今ちょっと近づけてみたんですけど、うん、どうですか今日やけに小物感あるやな <laughs> いや小物感よ椅子,が低い椅子が低いかな そうかちっちゃくなった可能性あるななんかカメラの角度じゃないかなカメラの角度じゃないかな私が一番大きくてねえ確かにすごいなんかねおかしいなカメラちょ私はちょっと奥にしたらいいいやいいよ遠近法使わないで女の子出すんじゃないんですよちょっといやいやちょめさんねまあでもちょっとダイエットしてるからちょっとちっちゃくなったんですけありがとうございますさあということでですねコーナー行きましょうかはいはいオーギクエスト DX 雪のヒップ いはいありがとうございます。さあこちらのコーナーはですね、えー、本日大喜利でリスナーさんの中から一番面白い人を決めようというコーナーでございます。えー、本日のお題がですね、えー、こんなお年玉のポチ袋は嫌だどんなのこちらでございます。 さあ今カメラを調節中でございますさあ大物感出ましたかあとリエさんちっちゃくなったなんかやっぱ女優はこだわりがすごいなやっぱりさあということでですね早速ツイキャスの方から紹介したいごめんなさいツイッターの方から紹介したいと思いますこちらツイッターネームダイです問題先いきましょうこんなお年玉のポチ袋は嫌だどんなの開けようとすると ハブの卵のように音が鳴る。<laughs> あのー、おもちゃあるよな。うん、あ、そうなんだ。ありますよね。ハブの卵みたいな音が鳴る。うん、なんか。へえ。知らない。はいはいはい。そんなんあるんだ。<ー>沖縄限定じゃない、それ。<laughs> 見たことないけど。<laughs> ハブの卵の音。え、うん、<ー>までも、多分それですね。うん,うん、うん、さあ、続きまして。はい。ええー。 瓶の中に入って出しにくいってのも来てますけどいやわざ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 瓶の中に入れた <もう S 1> いや嫌いやですねえではラストですね <laughs> 何かしらのクーポン券が入っているこれいいんじゃないですか <laughs> 嬉しいけどな,お金,なお金は入ってないんでしょうね <laughs> <laughs> プラスで入ってたら嬉しいけど <laughs> それは中身だなそれ中身が嫌だ,だからなロ,ッロッテリアのクーポン券こにあるいやいや確かにな見ないからなロッテリアな <laughs> さあさあありがとうございますさあ続きましてがですねウッチーさんの紹介したいと思います、はいえー、こんなお年玉のポチ袋は嫌だどんなのポチ袋の素材がみかん入れる網網の袋 <laughs> 再利用感すごいなお見えですわ 伸伸伸伸びびびびだよなんかワンちゃんの間から1000円取れそうだしね、お金取れそうだしいくらかどうかもばれちゃうからね、さあ、続きまして、ご利用は計画的にと書いてあるポチ袋ということで、これも嫌だな、借りてな、完全にそのお金入れてるからね、封筒まで使ってるんでしょうね利子高いいよなんか使ますね。 さあありがとうございますさあ続きましてがですねランリーレンさんですはいこんなお年玉のポチ袋は嫌だどんなの岩のりって言ってますね張っちゃいましたね岩のりでま食べきれるからいいかえああま食べきれるけど気持ち悪くないなんかお金は1入ったんでしょ岩のりなもう匂いもねぇ結構むちゃむちゃしちゃうかもしれないいやもっとなかったかな悲しいなさあ続きましてがですね a こちらつい ごめんなさいメールの方から行きたいと思います、はいえー、ラジオネームカーボンギアです、はい、さあ行きますこんなお年玉のポチ袋は嫌だどんなの <laughs> アロンアルファで止めている <laughs> なかなか開かないっていうね。破 <laughs> けばいいんだけどどうせみんなちぎるちぎる,ちぎるけどねちぎるけどなんかこの A 型としてはさちぎりたくないっていうあの気持ちもあるのに <laughs> なんでアロンアルファで止めたんだろう,みたいなう中身だけでしょみんな気にしてるのいやいやちゃんと外側も気にしてます <laughs> <laughs> さあ続きまして <laughs> 裏面に風俗の広告が載っているということで嫌だな、ポチ袋なしかも子供にあげるようなのにねそれ使ってほしくないなさあ、続きましてえ去年うちがあげた袋だということで <laughs> <laughs> 使います。<laughs> これだから、綺麗に、は、取れたんでしょうね。そう。ああ、でも、名前とか変えてるか。そうだね。だから、そこ、あれじゃない、二十銭引いて書いてある。こん中、返してもらうかな、こっちの。あ、なるほどね。はい、どうぞっつって、中見て、どうぞっつって、中見たら、じゃ、返してもらっていいつって。また来年ね。でも、あれじゃない、なんか、寅年とかさ、ので、使ってるから、そう、使い回しできない。あれも、上手いですよね。そうですね。十二年後、使うように、また、もらうという でもその頃にはもう大人かかああないからかれ,いあれよくできてるな、そう考えた <laughs> ポチ袋ってのはそうだなああ、えー。続きまして、チャメさんのふるさとの香りがするということでいいでしょ、別に <laughs> <laughs> だそのおばあちゃんちの匂いみたいな感じでチ <laughs> ャメさんちのふるさとの香り最高じゃないですか。<laughs> さあありがとうございますあともう一つありますね、えー、マイナンバーカードに登録しないと開かないっていうのが来てますけど、くなこれセキュリティ,リティすごいけど、めんどくせえなー、これな。さあ続きましてがですね あえーとですね、ランリーレンさん、メールでも来てますね、はいえー、こんなお年玉のポチ袋は嫌だ、どんなのクリアファイルっていうのもありますね、でかいのよ、絶対適当に買いましたよね、その辺で、100均で買ったんだろうな <laughs>、えー、続きまして、血のついた封筒って来てますね。<laughs> えー <laughs> まあでもあれじゃなないかなあの北の国からあのなんか泥のついた封筒じゃないけど <laughs> 汗水垂らしてなの見せつけてる、そう見せつけてるめっちゃ頑張ったんだけク <laughs> くしゃくしゃのお札入ってるでしょうね、そんなのもらいにくいけどね、そんなのは、ね。それか、ポチ袋のこふたの部分の紙であ切っちゃったね、ある,あるあるある、<laughs> あある痛いやつね、<laughs> あれ嫌なんだよな。 さあ続きましてがですねじゃあツイキャスの方からいきたいと思いますまずは円楽さんですこんなお年玉のポチ袋は嫌だどんなのおかんの谷間っていうてますね嫌だなめちゃくちゃ嫌だこれこれで渡されるんですねおかんの谷間が一番嫌ですからねなんかそういうとこ見たくないというもらいたくないですからね作戦じゃないですかもうこんないらんって言ってじゃおかん預かるよってって 作戦かもしれないですね。これ、<あ>若い女の子とかだったら嬉しいんですか。あ,あ、若いおかんだったら。<laughs> 若いおかんだら。<laughs> いや、若いよ。確かにね、あのいとこのね、うん、いとこのなんか友達のおカンになってるみたい。いや、またエロ、エロがきだな。そうです。<laughs> <laughs> さあ、続きましてがですね、えー。円楽さん、もう一個行きましょう。はいえー、こんなお年なもの、ポチ袋は嫌だ。どんなの。 1> 〇〇様1月分と書かれた茶封筒ということで給料から渡したな嫌、うんうん、だなこれはまた生々しすぎるからな <laughs> もっとじゃあたくさん入ってるのかなって思うだろうしなうん、うん、さあ続きましてえ沖縄大好きさんいきましょう、はい、えこんなお年玉のポチ袋は嫌だどんなの非リア充、わらっと書かれているということで <laughs> 子供相手にねそんなかかんないのに非リア充に渡すようですね最悪だなさあ続きまして柴博さんいきましょう、はい こんなお年玉のポチ袋は嫌だ、どんなのなんかぬちゃぬちゃするポチ袋ということで嫌だなでもあれかなんか飲んでる間にさちょっとこの手でお札入れようねとか言ってめっちゃ指とかについてる飲みながら入れたやつなのかねさあ続きましてかですねえ代さんいきましょうこんなお年玉のポチ袋は嫌だ、どんなの プラモデルのパーツが入っているということでリアゴスディニーですね毎年,そう毎年ちょっとずつ組み立てていくようでございます嫌で, <laughs> ですねこれ逆にこれ何になるのかな最終的に 1>, で1年たまにさその合わなかった時とかさ、うん、あのパーツ足りないしってなってイライラしそうな感じするけど <laughs> ささ続きましてがですねえーえー、じゃウッチーさんのいきましょう、はいえー、こんなお年玉のポチ袋は嫌だどんなの ポチ袋にスクラッチくじがついていて外れ、うん、は親に返すだったということで<は>でも結局当たりでも親に返しますからねそう,ですよねそうスクラッチで外れで親に返すだったとしてもしなくても結局返しますから、うん、さあではラストいきましょう、はいえー、あんつばさんいきましょう、えー、こんなお年玉のポチ袋は嫌だどんなの 請求書付きということでいやですねうう請求書付いてますうう <laughs> だから千円渡してまた千円返してくださいねみたいな <laughs> 請求書付何歳になったら返しなさいみたいなはいはいはい奨 <laughs> 学金制度みたいなやつねいつの間にか溜まってるんだじゃあ <laughs> でもなんか嫌だなそれはそれ一万嫌だなさあという感じでございますさあそれではマングーさん MVP お願いしていいですか今日は難しいからジョブノさんいやー難しいけどねそれではですね。 チョメさんが選びましょう僕が好きだったのはこれですねちょっと待ってくださいねあれあれちょっとあった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 こちらでございますね去年うちがあげた袋だを書いたカーボンギアさんでございますおめでとうございますこれ嫌ですからね使い回しほど嫌なものはないですからねさあありがとうございますでは来週のお題ですね来週のお題ですねこちら 同窓会で思い出せない人から覚えてると声をかけられたときの対処法とはあ、うん、これもまあよくあるあると、ねうん、聞きますけど、うん、覚えてないないクラスメートでもない隣のクラスだったのか分かんないけど 1>, 1年一緒にいたかどうかのクラスの子から覚えてるってしかも結構変わってる子いるじゃないですか、うん、同窓会で覚えてない子から、ね、話しかけられたときの対処法。 こちらの方、大喜利で送ってくださいね。はい、普通に送るのはやめてください。<laughs> <laughs> 大喜利でよろしくお願いいたします。はい、以上、大喜利クエストデラックスのコーナーでした。さあ、ということで、えー、来週の土曜日ですかね。二十二日に、ちょっとこの蔓延防止等のね、うん、あの。あれが出たんですけども、はい、オリジンライブの方をですね。はいはい、無料で配信でやりたいと思っております、みんな大好き無料配信。無料配信、はいはい、ということで。うん URL 見てもらえれば、はいえー、こちら見ることができるのでこのマンボウになってねちょっとこの塞ぎ込んだりとか楽しくないなって思ってる方は、はいはい、まず、えー、5時ぐらいに、はい、えとミルフィーユ鍋を作って、えー、<laughs> でそのね6時ぐらいに。 ちょっとお酒を買いに行って、白ワインですね。でちょうど帰ってきた頃に、六時半ぐらいからスタンバイして、ちょっとお酒を飲んでね。これお酒のな、ちょっと楽しくなりますので。ないい気持ちになって、あのスすローが一番楽しくなってたのでね、お酒を飲んだら。そうです。その辺からね、あの見ていただければいいなと思ってますので、皆様よろしくお願い致します。さあ、ということで、来週もよろしくお願い致します。今週お送りしたのは、リクエストちょめのすけと。リクエストマングースお城と。劇団大関金城りえでした。はい、ありがとうございます。バイバイ。 鍋こう鍋。はい鍋こう鍋 <laughs>